ございます。高橋優です。浦部博隆です。今日は私たちのモーニングルーティーンをご紹介します。起きたらすぐに部屋の空気の入れ替え、体も心もオンモードに。おはよう。おはよう。朝はヒロ君と一緒に栄養ドリンクを一杯。おいしい。うん、ほどお腹空いた時に、うん、ウィーって言うぐらいで、全然もう授乳したらすぐ寝た。あれだ幸せ。ほっぺ大丈夫？うん、ありがとう。ごちそうさま。前の昨晩の様子を話したりします。朝の掃除は僕がアプリでスタート。ルンバのおかげで朝ゆっくり過ごせるようになったね。いいよな、掃除と支度を一緒にできる。全送ってくるね。ありがとう、よろしく。全の送り迎えは交互に。今日は僕が行きます。スキンケアはシンプルです。洗顔はぬるま湯だけ。化粧水はアスレティア。乳液はシスレイを使っています。むくみを取るようにマッサージしながら塗り込みます。少し落とそうか。せやね。前を送ったら次は2人でランニング。よかったね。 OK。 よし。おお、よかった。歩いて気持ちいい。ちょっと曇っちゃったね。2000になる学年から。そうだそうだ。考えないかな。じゃあ来年か。ブルドーザーとかが走って歌う番組があったの。何それ。それ見てめっちゃ静かになったの。電話してた。そうそうそう、してた。お、綺麗。あ、ルンバありがとう。ルンバが掃除してくれた後はなんだか空気も綺麗になった気分。トマトは少し焼くとリコピンの吸収率がアップ。私たちは朝からでもお肉を食べます。この牛肉はグラスフェッドビーフといって栄養素が豊富なんです。味付けは塩とオリーブオイルだけ。ご飯できたで。ありがとう。次は拭き掃除、ブラーバに任せます。
ただきます。あれ、ヒロ君今日何時だっけ？今日はもう昼から。うん、いいか。13時か。うん、うん、オッケーオッケー。私もそんぐらい。4時？うん。早く終わる。同じ。4時に終わるから練習。うん、本当に？うん。ってことは。全部入って、うん、まあ散歩がてるに。ね？お茶する？する。ね。するするする。やった。コーヒー飲み行こう。食事中でも音気にならへんもんな。全然気にならないね。家で待ってればいいか。うん。どこで待ち合わせ？全がハイハイしてもいいように床はいつでも清潔に。うん。同じタイミングで迎えに行けると思う。やった、行こう。うん。そのまま行こうよ。散歩して、うん、帰りスーパー行って。そうだね、スーパー行って。いや苦手、そういうの。えでもやってみたいかも。あれ、どうっつも難しいでしょ。100均じゃないの？おもちゃ箱？で、ヒロ君嫌って言ってたじゃん、あのリビングに。あ、嫌だ。生活感が、うん、作りたくない？え、どうっつも木で？木で、下はおもちゃ箱で、上に本をかける。はいはい、棚作るの？棚を作る。棚作りたいの。え、ペンキ？そんな大きくないでしょ？小さめ。小さめ、あの、全部が届くぐらいのサイズで作りたい、うん、あ、自分で取るように。何がいいかな。先生にね。結構ルンバとブラーバのおかげで床に座るん増えたな。ああ、確かに。立てないでしょ。そうなんだよね。うん。ワンパターンだよね。ワンパターンだからもう飽きてるよ。飽きてるよね。思う。あの、違う違う。何がいいと思う？ヒロ君、鍵持った？持ったよ。お、ありがとう。OK。 よし、行こう。以上、浦部家のモーニングルーティーンでした。